やるわチャンネル。新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行っています。こんにちは、マリサだぜ。天ガチャ屋から堺筋線に乗って動物園前に行くぜ。ほぼ1年前やんけ。おい、動物園前に着いたぜ。ここから御堂筋線に乗って住之江公園方面に抜けるぜ。階段を上って住之江公園方面の列車に乗るぜ。ちなみに大黒町駅だけ大阪メトロ線に対面乗り換えできるのは昔四ツ橋線か御堂筋線の支線だったからだぜ。本来なら御堂筋線に直通していたのだけど、御堂筋線の線路容量が逼迫していたからそれどころじゃなくなって、御堂筋線のバイパス路線として西梅田まで延伸したぜ。今来ている住之江公園駅に乗って住之江公園に行くぜ。住之江公園から先は京都ダムに乗るぜ。御堂筋線からの乗り換え客から丁寧に逃げてて草。次は公園に到着だぜ。ここから長いエスカレーターに乗ってメントラムのホームに移動するぜ。奥に見えている並々のやつの下には大阪シティバス住之江営業所があるぜ。さてオレンジ色の車体の車両に乗るぜ。ニュートラムはたくさんの色の車両がいるから飽きないぜ。
がやってきました。天王寺まではブログに上げていますのでワープするぜ。止まってますね。ここは地下鉄御堂筋線天王寺駅東改札口です。15時44分、谷町線は全線にて運転を再開しました。16時になっても運転再開しないなら大阪シティバスに乗ってやろうと思っていたので助かりました。ちなみに阿倍野まで歩いていたらもう少し早い電車に乗れたかもしれないです。黄色い展示ブロックの後ろまでお下がりください。ご利用ありがとうございます。お待たせいたしました。山本さん、伊豆大学山本さんにご参加します。山本さん、ありがとうございます。山本さん、ありがとうございます。3万系です。デトまで乗りましょう。到着の電車は平野方面、八尾南行きです。ご利用ありがとうございました。天王寺、天王寺です。電車の到着が遅れました。ご利用ありがとうございます。電車の到着遅れました。ご利用ありがとうございます。地震事故発生の影響により列車の到着を遅れましたことを深くお詫び申し上げます。デト駅に着きました。すべての駅で誤っていました。何も悪くないのにね。次回こそは変なルートで梅田に行きます。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。うぷ主です。途中こんなものがあったのを覚えていましたか。天王寺ですとなったやつです。
よく見てみると、とんでもないことが書いてあります。近鉄大阪線、阿部野橋から唐木奄美。近鉄大阪線とは、大阪上本町駅から出ている路線で、大阪阿部野橋なんて来ないんですよね。ちなみに大阪阿部野橋に来るのは、南、大阪線なので、南が抜けていますね。とかいうことに気づいたよ、追って報告でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。チャンネル登録・高評価もお願いします。お時間があればもう少し他の動画も見に行ってくださいね。Twitter、Instagram もやってますのでフォローしてくださいね。それでは次回の動画でお待ちしています。